あとはもう純粋なる力と力の勝負、全身全霊をかけて挑むのみ。リムルはさっき伝言を受け取ったのかと聞いてきた。つまりそれは一騎打ちにて白黒つけようという誘い。勝利してこそ私の過ちを償えるというもの。代用品で心もとないが準備はできた。私のせいで交渉が。ラファエルのサポートを受けてもこれか。正直もう少し楽に勝てると思ってたんだけどな。本当にすごい成長ぶりね。だけどそれはあくまでも身体能力に関してだけ。技量までは追いつかれていない。短い間だったけど。冗談はやめてくれよ。こんなのが当たったらだよな。致命傷でないのは救いだが、受け損なったら間違いなくダメージを受ける。何度も食らうと危険だ。彼女の持つ剣も法則を書き換える特殊な波長があり、こちらの多重結界も破られてしまいます。本当かよ。先生が言うなら間違いないんだろうけど。あれ、何かあるの？コク、次の攻撃が来ます。地味な作戦になるが、日向の疲労を待つ方が確実だろうな。何しろこっちは疲労することもないんだし。剣の速度が上がった。いや違うぞこれ。コク、攻撃予定地点へと誘い込まれています。やばい先生、ラファエル先生、なんとかではないでしょうか。というかさっさと対策を考えてくれ。これは相手目指せる剣筋を表してるようだな。予測できてるフェイントはもうフェイントじゃない。俺の勝ちだ。リムル、なんだ。次で終わりにしましょう、私とあなたの戦いを。ただし先に言っておくわ、この技はとても危険なのよ。それでも私の提案を受けてくれるかしら。カイ、日向坂口からはマスターを殺す意志が感じられません。なるほどね、それでわざわざ警告を。で、あれ、日向って俺を殺しに来たんじゃなかったの？いや、最初から少しおかしいなとは感じていたんだけど、まあ今更か。その攻撃に耐え抜いたら俺の勝ちってことだな。分かった。君ならそう言ってくれると思っていたよ。ただしこれで恨みっこなしだ。分かった、約束するわ。神へ祈りを捧げ奉る。本来なら気づかれないよう準備して必殺の一撃として放つ技。君にこれを見せたら簡単に真似されそうで嫌だったんだけどね。でもだからこそこれで決める。メルトスラッシュ。コク、防御不能、回避不能、アルティメットスキルベルゼビュートを犠牲にして総裁する策を進言します。迷ってる場合じゃないな。さすがうちの大将だ。ああ、え、そう。すごいね君、あの状況でわざと受けたね。それじゃ俺の勝ちってことで。コク、対象への思念干渉とエネルギーの暴走を確認。爆発します。え、しまった、ここまでするのか。してよ